ッチンハイターはマジで危険です。こんにちは、森の山ちゃんです。今回はキッチンハイターの絶対にダメな使用方法8選を紹介します。皆さんもお家の掃除またはまな板や布巾などの除菌漂白をするときにキッチンハイターやカビキラーなどの塩素系漂白剤を使用しているのではないでしょうか。この塩素系漂白剤はドラッグストアなどで手軽に買えるので日常的に特に何も気にせず使用している方が多いと思います。ですがこの塩素系漂白剤は実はめちゃくちゃ危険な代物です。使い方を間違うと人体にかなりの悪影響があります。僕も昔仕事中に塩素系漂白剤から発生したガスを大量に吸って咳が止まらなくなってかなり苦しんだ経験があります。本当に危険な薬品なのでぜひ今回紹介するキッチンハイターなどの塩素系漂白剤を使用するときに知っておくべきことを学んで安全に掃除や漂白作業をしていただければと思います。今回の動画を最後までご覧いただければ安全にキッチンハイターなどの塩素系漂白剤を使用することができるようになります。ぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。ではまず簡単に塩素系漂白剤とはどういうものかということを説明します。塩素系漂白剤とは一般的に次亜塩素酸ナトリウムが配合されている洗剤のことを言います。キッチンハイターやカビキラー、カビハイターなど全て次亜塩素酸ナトリウムが主成分の洗剤です。この次亜塩素酸ナトリウムというものが漂白力、除菌力にものすごく優れた成分です。洗剤の成分表記に次亜塩素酸ナトリウムと表記されていれば塩素系漂白剤ということになります。今回紹介する注意点などは全てこの次亜塩素酸ナトリウムの扱い方にまつわるものです。ではキッチンハイターなど塩素系漂白剤の絶対にダメな使用例8選を紹介していきます。次亜塩素酸ナトリウムのダメな使用方法として一番有名なのが酸性のものと混ぜるということではないでしょうか。パッケージにも必ず混ぜるな危険と表記されています。なぜ酸性のものと混ぜてはいけないのかというと次亜塩素酸ナトリウムに酸性物質が混ざることで化学反応が起き有毒な塩素ガスが発生するからです。次亜塩素酸ナトリウムを使用するので一番危険なのがこの塩素ガスです。人体にものすごく有害で過去にこの塩素ガスは毒ガス兵器として使用されたことがあるくらいです。身近な酸性のものといえば酸性の洗剤です。あまり多くは一般的な売り場にはないと思いますが例えばサンポール、こちらは塩酸が主成分です。あとはトイレのルック、こちらも酸性の洗剤です。こちらにはスルファミン酸が配合されています。あとは食器洗剤のキュキュットなんかも弱酸性です。ネットで売られている水垢を除去するような洗剤も多くは酸性洗剤です。クエン酸やリン酸などが含まれています。調味料でいうとお酢も酸性です。お酢には酢酸が含まれています。今紹介したものは全て酸性なので絶対に混ぜるな危険です。次亜塩素酸ナトリウムが厄介なのは酸性以外のものでも混ぜてはいけないものがあるということです。有名なのはエタノール、アルコールのことですね。これと混ざっても有毒なガスが発生します。エタノールというのは実はいろいろな洗剤にも配合されていたりします。あとはマジックリンも次亜塩素酸ナトリウムと反応してしまい危険です。うちにマジックリンがなかったので代わりにバスマジックリンを登場させましたがこちらももしかしたら混ぜると危険かもしれません。マジックリンとは昔からあるアルカリ洗剤です。そう、たとえアルカリ性の洗剤だとしても次亜塩素酸ナトリウムと混ざると危険なことがあります。僕は前にマジックリンと次亜塩素酸ナトリウムを混ぜたことがあるのですがすぐに発熱しとても危険でした。マジックリンの中の成分の何に反応したのかはわからなかったのですがとにかく基本的に次亜塩素酸ナトリウムを他のものと混ぜない方が安全です。次亜塩素酸ナトリウムを使用するときは必ず換気をしましょう。これは先ほどから説明しているようにとにかく危険なものなので換気をしないで使用すると人体に悪影響があります。お風呂なら換気扇を回す、窓がある場所なら窓を開ける、密室では絶対に使わないなどかなり換気は意識した方がいいです。普通に使用していても微量にガスが発生しているので吸ってしまうと気分が悪くなったり咳が止まらなくなったりします。注意しましょう。次亜塩素酸ナトリウム配合の洗剤を素手で使用するのは絶対にやめましょう。次亜塩素酸ナトリウムは強アルカリ性です。アルカリ性の水溶液は皮膚を溶かします。触るとヌルヌルするのは皮膚が溶けているからです。絶対に使用するときはゴム手袋を着用しましょう。また目に入ってしまうと失明の可能性もあります。顔より高い位置で洗剤を噴霧することは避けましょう。次亜塩素酸ナトリウムはものすごく漂白力があります。ちょっと衣服についただけでも速攻で漂白されます。
こちらは僕が仕事で履いている靴下です。色が変わっている部分は次亜塩素酸ナトリウムによる脱色です。ちょっと試しに洗剤をかけてみましょう。漂白されました。簡単に漂白されてしまうので、次亜塩素酸ナトリウムを使用するときはどうでもいい服を着るか、ポリエステル 100% の服を着用するのがいいと思います。ポリ 100% の服ならほぼ変色はしないと思います。漂白力が強いので、掃除対象の素材も変色する可能性があります。例えばお風呂場で使用するときに一部分だけ次亜塩素酸ナトリウムを噴霧して長時間放置すると、そこだけ色が抜けてしまうことがあります。またプラスチック製品なども黄変することがあります。使用するときには注意が必要です。次亜塩素酸ナトリウムは素材を漂白するだけではなく腐食させる可能性もあります。例えば多くの金属は次亜塩素酸ナトリウムで腐食します。一般的に耐久力の高いキッチンのステンレスなども次亜塩素酸ナトリウムと長時間接触していると腐食する可能性があります。キッチンのステンレスで使用したいときは長時間のつけ置きはせず、噴霧したらしっかりと水で流す必要があります。またプラスチック製品なども腐食します。なのでお風呂などでも次亜塩素酸ナトリウムを頻繁に使用するのは避けた方がいいと思います。次亜塩素酸ナトリウムは非常に不安定な物質で、時間とともに分解されて塩素濃度がどんどん下がっていきます。特に気をつけた方がいいのは温度と紫外線です。温度が高いと次亜塩素酸ナトリウムの分解は早まります。紫外線も同じく次亜塩素酸ナトリウムの分解を早めてしまいます。なので次亜塩素酸ナトリウムの商品はこのように全て遮光容器に入っています。保存をするときは日の当たらない涼しい場所がおすすめです。時間が経つと塩素濃度が下がってしまうので、買いだめもおすすめできません。ついつい特売品になっていると大量に買ってしまいがちですが、使用するときに日数が経っていると次亜塩素酸ナトリウムが分解されて思っていた効果が得られません。今使う必要な分だけを買うのがおすすめです。以上がキッチンハイターなど次亜塩素酸ナトリウムの絶対にダメな使用方法8選です。いかがだったでしょうか。注意点がたくさんあったので、もしかしたら使うのが嫌になった人もいるかもしれません。ただ今回紹介したことは、知っておくことで自分や身近な人を守ることにつながりますし、大切な家財を守ることにもつながります。今回紹介した情報をぜひ皆さんでシェアしていただいて、より安全快適な塩素ライフを送っていただければと思います。では今回の動画は以上です。この動画が参考になったという方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。